会がありました。はい、おはようございます。ですね、昨日コント公演の青すぎる空と入道雲で頭がサマーズキュンだっけ、はい、終わりまして、はい、以上ありがとうございました。本当はご礼されてありがとうございました。でね、まあ、体がバキバキの中、はい、あのバイトのお仕事が入ったので、ありがたい。今日はバイト企画ですか。そう、バイト企画のお仕事入ったんで、はい、はい、それぜひやらせていただきたいということで。いいですね。あのタクシーです。おタクシーバイトが入ったんで。スカッシュドライバー、はい、あ、スカッシュドライバーだから、あの別に無理して3人で来なくていいよって言ってたんだけど、はい、そこは3人で行きますよと。だからあの今日はちょっとでもね疲れちゃってるんで、はい、うん、ダラダラした動画になるかもしれません。なるほどね、うん、声もガラガラだ。じゃあ安全運転で行きましょう。はい、よろしくお願いします。進行。さあまずは上野に行くわけですか。上野に行くわけですか。マリカさん声どうされました。ちょっと声が飛んでまして。そうです、上野、今から上野に向かって、はい、上野行った後その後新ケミ川に行く感じですね、はい、なんか結構小屋がさ劇場っぽい劇場だったじゃん、うん、だからなんかテンション上がってさ、うん、最終的には感動しちゃってさ、うん、ご案内でくれ、泣きそうになっちゃった。どこで泣きそうになっちゃった。最後の演目の前、俺で演目は出ないかな。あ、手紙2の時ね、うん、もうバックヤードの時にはもう泣きそうになってて、で最後暗転でさ挨拶する時に出てる時にさ、うん、やっぱりあの暗転の中実行とかしかなくてさ、うん、で誰も喋ってないんだけど、うん、あの喋らずにさ、うん、お客さん俺らも誰も喋らずさ、うん、暗転の中入って今から挨拶するあの瞬間ってすごい演劇っぽいじゃん、うんうんうん、異空間だから、うん、あのでこっち側からの景色ってさやっぱり本番の時にしか味わえない。はいはいはい、いやーその時にね、うん、あーいいなー、なまたこの、うん、また恥ずかしいけどまた舞台に立ちたいなみたいな。別に恥ずかしくないよ。今回の演目はさ、うん、結構本当に舞台っぽい作品を作ったわけよすごく、うん、俺の中で、うん、だからちょっとドラマにできるか分かんないなって思ってる。実写化はね、ちょっと若手はすごく実写化を渇望してて、うん、なんか珍しくあんなになんかお願いだから実写化してくれみたいなこと言われるの珍しいんだけど、まあ、実写化ってか映像化もともと実写だから実写化してくれってすごい言われてたんだけど、でもねちょっとねいろんな要素が組み合っていい感じになってるから、そうね、ちょい厳しいかもなと。トモ君がいるっていうのも、うん、なんかこう演劇公演を彷彿とさせるというか、はいはい、ちょっとグッとくる要素の一個だったかもね。思い出す要素だったんだよ。俺先輩だし。いやー、トモキの存在は俺もグッときたよ。なんか途中グッときてた俺は。なんかあの子ってさ、やっぱなんか純粋な子じゃん、やっぱり。いや、俺は大先輩なんだよ。一応、もう俺も友達みたいなさ、距離感で付き合わさせてもらってるけど、もともとは俺のただの、高校まで一緒の先輩だから。はいはいはい。なんかさ、昨日の軽い打ち上げでも話が出たけどさ、うん、なんかあの劇場で、その、うん、なんていうの怖い話をしてる時に、うんうんうん、なんか怖い思いをしたみたいなことをニコさんが言ってたじゃん。言ってた。あ、もらって聞かないようにしてた。え、もしかしてケンちゃんも体験したの？いや、うん、そのタイミングだったかどうかわかんないけど、うん、なんか下手からガタンってなったことはあったでしょ。うん、あ、なんかガタン。あ、ガタンってなった。あれはでもまあ誰かスタッフが何かを落としたのかな。だと思うけどな。ガタンってなった。なんかガタンは一回落ちになったんだよな、うん、あれどうしたと思って、なんか落ちた、うん、大丈夫よって思って。いや、それはただのスタッフがのみなんか落としちゃったでしょ。いやでも鍋子が喋りながら泣くからさ。そうだから俺それが怖かった。怖くてゆうやさんはその場にいなかったけど。あ、そうだよね、よかったよかった、うん、俺記憶ないから。え、ニコさんそうですよね、あの時そうですよねって言って、そうって言って鍋子が泣き出しちゃった、うん、そうで、あの涙出てるけどごめんなさい気にしないでくださいとかポロポロ泣きながら、やっぱそうですよ、あの時は。ちょっと待って、俺今めちゃくちゃ怖いんだけどやめてよ涙出てるけど気にしないでくださいとか
ってか、え、何？そしたらこの話カットだよ。え、なんで？だって次なんかある時みんな見に来る気持ちになれるぞ。違う、劇場ってそういう怖い話多いの。怖い話っていうか、まあ、楽しいことをやってると集まってくるっていうか、そのみんなも楽しいよねって、そういう話。あ、いい例が来るんだ。そう見に来るのよ。楽しそうだな、楽しそうだなって。でも その話は有名よ。あ、そうなの。うん、昨日は何、舞台上誰かが横切ったの。舞台上に誰かが入ってきちゃったっつってニコさんが言って、後ろから、うん、あのどっちか噛み手かしもとか分かんないけど、どっちからか人が来ちゃったって言って、うん、でびっくりして後ろ振り向いたら誰もいなかったっていう、結構ほぼ同じタイミング、うん、全く一緒かどうか分かんないって何か言ってたけど、うん、でも場はその場の時に、へー、あの鍋子も、うん、後ろでガタンって音が聞こえて、うん、で人が通ろうとしてあの雰囲気を感じたから、うん、振り返ったら誰もいなくて、うん、あ、気のせいかって思ってたんだけど、うん、ニコさんが言ってるタイミングと同じタイミングなんで、うん、っていうか、なんかそのニコさんの話聞いてる途中にナベコが、あ、それって言って、うん、なんか顔白くなってて、私も同じタイミングで、あ、気のせいかって思ったんですけど、そのタイミングなんですって、ポロポロ涙が。やだポロポロ涙流してた。あれ、小屋付きさんかもしれない。いや、俺もそうなんじゃないと思ってんの。そうかも、俺もそうなんじゃないって思ってんの。あのタイミングで、うん、実は俺、そう、上手の袖にいて、うんうん、ゆうやさんの、うん、桃太郎劇場さんだよ、まあ、終わるタイミングで、うん、お客さん来たのよ、確かに、はい、で桃太郎の転換の時に、うん、そう、誘導が終わったぐらいだったかな、うん、感じだったから、うん、その時に小屋敷さんが来てくれてたの、多分お客さんが遅れてきて、うん、劇場に電話したのかな、うん、なんか分かんないけど、小屋敷さんが、まあ、あのドア開けて入ってきて、お客さん誘導してくれてたから、うん、それ終わった後に、うん、もしかしたら楽屋の裏行って、うん、オペのあの後ろ通って、そうだよ、そうだ、多分そうだ、絶対そう、2回ドア開けなきゃいけないじゃん、あっち側だと。お客さんの入り口だとさ、あの見てる人たちにさ、ちょっとストレスになっちゃうじゃん、2回ドアが、うん、それを裏だったら迷惑にならないって気を使ってくれて、あっちからはけた、あっちからはけてくれた、多分そうだ。で、その時に、親父さんだわ、ニコさん、ほら、まさにそっち側にさ座ってたから、あ、だからなんか足音みたいな、ナベコ的には、うん、いや、演者全員舞台上にいるはずなのに、うんうんうん、楽屋に誰かいるみたいな感じになっちゃう。あ、そうだ、多分解決だ。そうだな。でもちょっと待って、うん、え、まあ、ニコさん舞台上にいたけどね、そのいや、だからニコさん的には、うん、あの上手の袖幕の中を、うん、小屋付きさんが動いてるのが、あ、そうか、そう、感覚的に感じた。あ、そうだと、そうだ、もう絶対そうだ。まあ、ニコさんはずっと男だったと思うって感じですけど、でも多分そうだ、多分そうだ。なんかでもその説あるな。いや、そうだ、よかった、そうしても。いや、その説かなりでかいと思う。かなり。そうそう、小屋付きさん来てたのは見てたけど、ね。あ、じゃあその説だ。うん、俺は見てた。小屋付きさんは一度見ているね。で、ヒカルに。うん、ヒカルもそれに気づいて出てきて、うん、でヒカルに引き継ぎをしてたから、お客さん来ましたよ本番中に。そう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 、絶対それだ。ああ、なんだなんだなんだよ。まあでもお化けってさ、得てしてそういうもんだったりもするからね。そうね、誰かのなんか、ね、このタイミングでみたいな。そう、絶対いるはずのない人がいるみたいなのって、まあいるはずない人がいるわけだ。そうそう、いるはずない人がそう来ることあるのよ。そういうことよ。解決じゃん、うん、マーダーミステリーじゃん。何、マーダーミステリーって。解決じゃん。マーダーミステリーミステリーが解決したじゃん。何言ったってさ、ケンちゃんどこまで上手くなろうとしてるの。どこまで高みを目指してるの。やるんすよね。そうなんすよ、なんか、はい、あの開幕ペナントレースっていう劇団の、はい、村井優っていう、あの、もう演劇仲間がいるんすよ。はい、はい、言ったら村井優はもうトモキよりもさらにちょっと前から仲いいんだけど、うん、はい、
そうで村井優はずっと村井優も演劇やってて、その優兄がさ、なんか いつか太宰君と一緒に何かやりたいなって言ってくれてて、うん、でそう今回それで優兄が呼んでくれて、もう明日から稽古なんですけど、明日から本稽古、そうで確かね、もう今週の土日、うん、今日日曜日だから、はい、あれだけど金土日かな、もう本番っすよ俺。近い。だからちょっと今日の夜から、うん、台本を叩き込まないといけないんだけど。すごいスケジュールになってますね。うん、でもまあね、呼んでくれたから全力で頑張りたいっつって、うん、まあそのどうにかこうにかして俺やりたいよって言ったら、うん、そうそう全然タツ君出てよっつって、うん、言ってくれてね、ものすごい登場シーンあるのよ。だから観客が予想するの。観客もそうだし、やってるみんなも予想するの。なるほど、実際に推理しながら、そう、キャストも予想しながらお芝居するってこと。誰が犯人だ。じゃあそれも楽しみにしましょう。楽しみにしましょう、はい、でそういう意味で言えばさ、私も実は今絶賛さ、2019年に外部出演というか、その映画主演で出演させてもらった映画が、あ、そうだ、今新宿で公開中なんですよ。はいはいはい。私ね、その本番中だったからできいけなかったんですけど、まだやって、今その映画公開中で、31日の回には僕上映後にそのトークイベントにも参加するんで、皆さんぜひよかったら見に来てください。新宿でやりますんで、こう一応概要欄にそれもじゃあ、映画の情報送らせていただきます。あと 700m で見、あ、じゃあそうだ、車なんて喋るの、何を喋る、うん、舞台挨拶何喋るの。舞台挨拶がそもそも映画監督がさ、俺が学校の時からお世話になってる恩師のさ、うん、細野辰興監督なんだけど、細野監督が多分、うん、お前あれどうだったんだよとか、うん、お前タイトルちゃん全部タイトルが全部漢字なんだけど、うん、言えるかとか、うん、多分お前これ覚えてるのか、まあ、なんか多分俺が詰められると思う、うん、あの時はどういう気持ちだったんだとかって言われると思うんだけど、俺も逆に監督に質問しちゃおうかなとかちょっと思ったりはしてる。だからいろいろ聞きたいことが俺も多分見て あるから。なるほど、そんな話も監督と多分普通に話したい話をいろいろできる日なんで、俺もすごく楽しみにして。なるほどね、はい、いいね、よかったら。なかなかないんで、2019年に撮影したのがやっと公開されたっていうか、あ、この場で借りお借りして、それがクラウドファンディングで達成したらその映画を撮るっていう企画だったんですけど、はい、随分とその劇団スカッシュを応援してくださってる方がそのクラウドファンディングにも参加してくださったようで、すごいね、どうもありがとうございました。ありがとうございます。おかげさまで公開にこぎつけたそうなので、はい、僕も嬉しくいこうかなと思っております。お願いします、はい、上野まであと10分ということですね。はい、はい、これをもうじゃあ一回止めます。ありがとうございます。もうちょい、さあ上野に着きまして、はい、お客様を乗せました。乗せました、タクシーに。ご乗車ありがとうございます。ご乗車ありがとうございます。はい、じゃあ今からですね、はい、ちょっとタクシー運転手として、はい、おはようございます。私タクシー運転手のもぐろ構造と申します。あ、かぶってる。ちょっとかぶってる。今から安全運転で行かせてもらいたいと思いますので、はい、シートベルトの方お願いします。わかりました、はい、では新ケミ川まで、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、ですね、今から、はい、まあ、ちょっとクライアントさんと一緒に、はい、まあ、ちょっと不思議な気持ちですけどね、あんまりそのタクシーって俺やったことないんで、モグロケミゾーでしたっけ、忘れちゃったもん。構造って言ってた。そうだよく覚えてた。あんまりやったことないんで、はい、ただ安全に運転して届けられたと思って。なるほど、はい、今から普通さ、タクシードライバーはさ、うん、そのどっかにさ、うん、一緒にラーメンは食べれない、普通は。まあ食べない、普通は食べない。でも食べるの、食べてほしいっていうのも入ってんの。あ、なるほど。タクシー運転手さんと一緒にもぐろ構造さんと、はい、もぐろ構造さんっていうのも入ってるの、うん、え、
もぐろ構造。それはオプションでしょ。それオプション、オプションで割り増しよ、割り増し。自分でつけたわ、割り増し。オプション料金は、まあ、割り増し。割り増しやめてほしいさあ、さあ我々がバイトもさせていただいた花風さんに到着です。いいっすね、久しぶり。営業中。いいっすね。いや、いいっすか、見て中、はい、今ね、ちょっと雰囲気見ますね。今雰囲気はですね、ちょっぺこ混んでますね。そりゃそうだよ、お昼時だもん。一席しか入ってない。そりゃそうだ。で、2かな。一回はもしかして待った方がいいかもね。ちょっぺっこ待ちますか。こんにちは。あ、どうもございます。ございます。すいません、4名です。待ちます。いや、もちろんです、もちろんです。すいません、やりましょう。これもこの後の人の搬入をやりましょう。そのバイト代ももらおうとしてんの。ダメよ今日は。なんで二重取りはダメよ。二重取りはダメだぞ。同じ時間に同じ時給が2つ発生する。そんなこと聞いたことない。焼きあご煮干しラーメンの花風さんです。これ俺じゃん。さあ、我々がアルバイトした時の一枚が今日引けていただいて、なんと3位もありましたね。あれ、これ帽子見て、見て全帽子さん、店長さんにさ、松田さんがさ、帽子忘れて関係するじゃない。嬉しい。店長さんにさ、店長さんに借りた帽子はすごい飾ってあるよね。あんた忘れたから。俺が厳選したカードはこのカード。やっぱ、まあ、これをトップに、味玉の焼きあご煮干し濃厚ラーメンをトップに持ってきて、それをやっぱり濃厚すぎるのをやっぱり玉ねぎで爽やかさをプラスして、そこにあえ玉と、こういうセット、俺のセット最高セットだと思う。味玉のこれに、やっぱケンジさんが言ってたライツ海苔をやりたかったんで、海苔もトッピングして、さらにここ、この間ね、これが俺の一番小松菜ね、ポイントね。これがね、お前の最高セット。これ前回作っててさ、食べたかったのよ。小松菜ね。ケンちゃんの最高セット何？私のはもうこれ。あ、特製の。特製のライスね。はい。いやー、あ、そうか、ケンちゃん海苔トッピングが。俺もだよ。あんたも海苔トッピングか。それでライスか。絶対いいよ、これ。じゃあ私、おいしそう、うまそう。玉ねぎ、これ特製だって。そう、すいません。じゃあ渡しますよ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。うまそう、これ絶対いいよ。小松菜が爽やかにさせてくれて、うまそう、これだね。うわ、うまそう。玉ねぎラーメンの玉ねぎですね。あ、玉ねぎもいいね。見て、俺じゃなくて、俺じゃない。今ライスを持ってしまう。そうそう、洗わないで捨てちゃっていいよ。うわ濃厚、久しぶりの、うわ濃厚ラーメンいただきます。お、なんか大陸が動いてる。いただきます。あ、なんか大陸が動いてる。なんだやめろ。いただきます。これだ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 。なんだ、何顔だこれだこれだな。いい顔になったね。うまい。豚人間の顔が上手になったな。いただきます。おお、うまい。マジでうめえな。小松菜と一緒に行ってみようか。食べましょう、食べましょう。伸びちゃったら大変だ。スープに海苔を浸してね、ご飯にこうやってさ、あ、それでも見てくる俺。うまい。どういうこと。
あなたはどういうことだ。気持ち悪いでしょ。あれ変わんなかった。うまそう。じゃあローストポーク丼にしよう。ローストポーク丼。混ぜて食べるので下にほらこうやって味がしっかり入ってるんでしょ。ちょっと食べてみますね。これもいいだろうな。うまそう。うまそう。今日は全部その表現でいくのね。うまい。あのね、うまい、うん、久しぶりに食べるとなんかまたちょっとね、覚えてた味とちょっと違って、へ、あんま他で食べない味だった。食べない。なんかね、ちょっと甘いというか、なんかあれ和風な感じだっけなと思いながら食べたんだけど、なんだろう、うまい。だから本当にあの、本当うまい。なんだろう、うまいってなんだよ。うまい、まあ、間違いないってことね。間違いない、ね、スープがない、うん、だからもうこれ一本一本がラーメンなんだ。そりゃそうだよ。そりゃ何を言ってんだよ。めっちゃ美味しかったです。うまかったです。もう満たされました。もう何もやりたくない。もう寝たい。これからまた仕事なんですか。すいません、方針がリニューアルされたんです。そうですね。専用方針みたいな。そう、見てください。あ、いいですか。お前寝てないよな。いや、寝てませんみたいな。どういうこと。そう、あ、いや、ちゃんと働く。寝る用方針じゃない。あの、書いたんで、ケンチャさんのも、はい、はい、また貼ってくれるみたいなんで、はい、最終的にはここ一面全部お客さんのサインにしますって言ってくれたと思います。それもう迷惑じゃない。さあ、ラーメンいただきました。めちゃめちゃ腹いっぱいです。これからでもどこまで行くんですか。羽田に送り届けようかなと。ああ、なるほど、はい、羽田空港に。もしかして海外からの方なんですか。ヨーロッパ圏の方です。あ、ヨーロッパ圏の方、はい、じゃあ日本のラーメンは初めてだったのかな。みたいですよ。顔が嘘つきの顔だ。さあ、なんと羽田空港に、はい、間もなく到着という感じでございます。さあ、我々あのバイト代をいただいてしまいました。お車でタクシー代ということで。ありがとうございます。ありがとうございます。ご乗車ありがとうございました。ありがとうございます。まあ一応高速代、ガス代、あとあの運転代含みで今回もらったのはこちら。結構多めの、え、そんなに結構多めの3万円もいただいちゃいました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。我々はね、まあ、あのタクシーの運転もすると、タクシーの運転もいかなる場合でもすると、モグロ服部蔵が、モグロ服部蔵がモグロ構造がやりますので、もしね、佐藤七海もそう、あのやりますので、もしちょっとタクシーの運転してやってくれという方がいたら言ってくれる。あなたの街に
します。でもすぐは来てくれないんでしょ。すぐは行かない、あの予定も調整、予定を調整しなきゃいけないんでしょ。ここだったらいけるよっていう日を調整して行くかになります。はい、なんでタクシーの電車やってほしい人もいたら、はい、お願いします。お願いします。お願いします。それではまたね。またね。